岡田義正像岡田前世から1677年7月1日は、江戸時代初期の美の国の旗本。美の国予感。勘定奉行。官職は、武前神。祖父は、岡田従前。父は、岡田義堂。性質は、佐久間勝之の娘。子に、岡田義房、岡田義継、岡田重治、堀敏康、岡田重元、岡田義則らがいる。 父前道と共に、岡田正元を名乗っている。美濃国生まれという。寛永八年、父である岡田義道の後を継ぎ、美濃国予官となる。治水奉行として、尾張国の岡越津地区定の際の美濃国側の工事を指揮する。当初の陣屋は、蟹軍、徳野の旧徳屋藩の徳野陣屋を使用していたが、慶安三年の洪水による基礎川の堤防工事のために、 交通の便の良いはぐりくん町に仮陣屋を置く。これが後の笠松陣屋となる。また、この頃の治水で考え出されたのが猿尾包みである。岡田義堂と同様、農民保護政策や治水事業に力を入れ、美濃国の独自の国役部新制度、農州国法を制定、運用する。農州国法は、通常、治水事業に挑発される人足は、 村々に一定の割合で課せられていたため農民に大きな負担となっていたのを、人足役を不審所への落ちこちによって、人足の負担の差を認め、さらに人足負担に変えて、工事資材の納入を許可した、大人足制を認めたなどの制度であり、農民の負担を大幅に軽減したという。万治三年、幕府勘定奉行となり、約十年勤めている。 まさしく保つとイフ年の三年八月初めのほど、江戸ではべり、十六日孫めの峰下るより、美濃の国を見下ろして、今ぞ心落ちいに抜ける。その夜は、大井の里に泊まる。このところは、慶長の末方までは、伊勢の沖縄の預かるところにて、たびたび機械をふさとなり、今宿る家の主も、昔のずさなり。来る人もこれけに宿り慣れたまいて、死と思いいずれば、 庭のやり水かけと丸心散らして涙もよのと、流れそひぬ。物語に、明石の甘くん、親孫はうの後を訪ねて、年へて上りすみける、土日かき多いの宿、紫式部が、筆のすさびも思い出られて、組手知るとの宿の哀れさはここも大意の里のいさらい、岡田豊前、守る前世。ありがとうございます。